とある海にぷっかりと浮かぶエグー島。のどかな雰囲気とは裏腹に、この島には世界を支配する力を持つ遺産があるという。その名はエグミレガシー。その力をめぐる争いに一人の勇者が立ち上がった。壮大な物語が今幕を開ける。ちょっと何カッコつけてるの？え？あなた主人公じゃないから。こんなずんぐりむっくりで名前がうっかり八兵衛が主人公なわけないでしょ。うっかりだぜ。もう本当にうっかり者なんだから。今日は歌姫エンドオブザワールドのライブの日よ。次はこの曲よ。八兵衛がナレーションに合わせてカッコつけてたからもう大遅刻よ。ごめんよ。ほんと世話の焼ける幼馴染。それなあ、マジ勘弁してくれよ。ん？なんでここにいるの？招かれざる客。え？一緒にエンドオブザワールドのライブに行くんじゃ。誘ってないけど。あ、招かれてない？とにかく招かれない、うだつの上がらない招かれざる客。彼こそがこの物語の主人公。うわ、確かに俺っちに比べて主人公感ある。いや、ないわよ。メクソ、鼻クソ。エグミレガシー。この島の唯一の娯楽は歌姫エンドオブザワールド。この島に眠るらしい絶頂を教えてくれるらしい。かつて争いを生んだらしい。エゴとマコと全て見ていた星。ペラペラペラ、止まらない止まらない。ちょっとあなた、離れてください。うるさい、俺は止まらないよ。うわ、俺っちのエンドちゃん、独り占めするな。ちょっとみんなのエンドちゃんでしょ。うっかりだぜ。ふざけるでね。舐めすぎずら。ずるいぞ。ずるいってなんだべ。いや、僕言ってない。いい加減離れてください。そんなにオーバーペロペロすると。手遅れか。向こう側に行ってしまった。こうなると。このモコモコも体に一体化して取ることもできない。エンドオブザワールドの魅力は計り知れない。だからこそペロペロは計画的に。ありがとう。今日のライブも最高だな。早くアンコールの曲が聴きたいわ。アンコール、アンコール。エグー村村長のウィザードです。突然ですが、公演は中止とさせていただきます。エンドオブザワールドが失踪しました。失踪したってどういうことだべ。誘拐です。誘拐？この中の誰かが犯人じゃないのかなり。あ、八兵衛、その袋の中身見せてみろ。え、その中にエノちゃんを。え、確かに怪しい。いや、じゃあ八兵衛どうしてこんなことを。俺ちゃん自首すればまだ罪わかるよ。いや、だから怪しいものなんて入ってないぜ。いやいや、エンドちゃん入ってなかったでしょ。別の罪で逮捕です。あ、これはエンドちゃんへのただの差し入れだぜ。歌姫は喉が大事だからマスクを差し入れるなんて普通でしょ。どこがマスク、どう見てもパンツよ。いや、マスク。八兵衛だけね。普通はそんな位置に顔ないから。そうか、うっかりだぜ。まあまあまあ、みんな落ち着いて。むやみに犯人探しをするのはやめよう。
こういう時こそ一度冷静に。いや、え？控室にこのナイフがありました。あ、僕のと同じ。詳しいことは後で伺います。え？ウィザード、ちょっと待って。レトリ、君なら分かってくれるよね。ちゃんと重めにさばいてね。まさかの後押し。10年は檻に入れてね。ちょっと待って、きっと、ちぎりデビルの仕業だよ。ちぎるデビル。何でもちぎる怪物、そいつがエンドちゃんを。やつは、僕らの心の拠り所だったエグー山をちぎった。ああ、そうだな。思い出すだけで、恐怖と怒りで震えるべ。そして次は、僕らのもう一つの拠り所、エンド・オブ・ザ・ワールドを狙ったんだ。なるほど、アリエル。くそ、またあいつなりか。俺たちからどこまで奪うんだ。いや、これはあくまでただの憶測。なあ、我慢ならべてべ。みんなのエンドちゃんを誘拐してくるちぎりデビルよ、これ許すな。落ち着いてください。今こそ立ち上がれずれ。ちょっと皆さん。ふう、危なかった。もう少しで誘拐犯になるところだった。うん、おっとっとっと、丸見えだ。恥ずかしい、恥ずかしい。よし、これで恥ずかしくない。それにしてもエンドちゃん、君は一体今どこにいるんだ。これは…エンド、ここでかくまってくれませんか？え、あ、ね、憧れの歌姫を。え、てか、どうしてこんなところに。それは今は言えなくて、とにかくお願い。あ、エンドちゃんが僕の家に。いや、ダメだダメだ、だってただいま、マイハニーが帰ってくるから。マイダーリン。うわ、おかえり、マイハニー。何かあった、マイダーリン？うん、何もないよ、マイハニー。癒される、ずっとこうしていたい。僕もだよ。もうさ、お家以外でも堂々と交際しない？隠すのをやめるってこと？うん、あとレトリちゃんの外での僕への対応、演技とはいえちょっと傷つくというか。二人の関係をみんなに教える。バレたら私はさらに招かれないんだなって周りに思われるから。無理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 。え、本当に僕のこと好き？大好きよ。顔、ライフ、ファッション、全部私のツボ。世間に自慢できない人を好きになるなんて、この植え付けられた感性を呪うわ。まあいいか。僕も隠し事があるし。え、隠し事？いや、別に。それに姫ごとだから、こ、おる、こっちか。姫ごとだからこそ燃えるじゃない。あれ、こんなテーブルライトあったかしら。あったった、ごめん、ナイフが滑った。ちょっと、お風呂で洗い流そう。もう、さっきせっかく美容院行ったのに。ごめん、そうだよね、前髪が変わったよね、似合ってる、かわいいな。エンドちゃん、ごめん、大丈夫？ええ、あ、むしろ彼女さんがいるお家なのにお邪魔してごめんなーす。いや、ケチャップ。ナイフが滑ったわ、ちょっと無理があった。目の前にエンドちゃんの巣。アギラマキヒーピーガルズ、ピーガルズ、ギラジン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 。エンドちゃん誘拐犯はオーラたちがぶったけるべ。この状況がバレたら僕の命はない。何が正解って何がダメですか。本当はしたくて、したくてたまらない。
束ち切られたなら破られる。君と君と一緒に予想したラフラだからだから Oh! ねねねディンディンディン胸味見する。おかしなお菓子は何でできてる。クリクリクリ胸できている。好きだけで満たされてる。扉作るの忘れた。うっかり忘れた。それでもハッピーなら OK です。一つ見つけたら一つなくしちゃう。全部ちょうだい。